今日は元町の S ボディーワークさんにお伺いしています。こちらは女性専用プライベートサロンなんですけれども、どんなところかお伝えしていきますね。それでは入っていきます。はい、こんにちは。はい、じゃあ失礼します。それでは早速中をちょっとお見せしていきたいと思いますね。中はこんな感じになってます。もう完全個室なんですよね。はい、はい、もう完全個室でものんびりできる空間になってます。なんか落ち着いていていいですね、雰囲気も。はい、嬉しい、はい、いますね。もうオープンしたきっかけというのはどのようなことですかね。もともと神戸サンガに7年ぐらい勤めてたんですけども、はい、そこはちょっと体式マッサージずっと勤めてまして、ただ体式部門に入ると体式しかできないんですね。ですが、私がちょっといろいろ他にもリンパドレナーだったり小顔とか骨盤矯正とかもしたかったので、もうちょっと独立するしかないかなと。うん、でもやってみようと思って。勇気を持ってそうですね、そうですね。女性の方はやっぱね、そういう小顔とかいろいろ悩んでる方も多いですしね。そうですね。はい、そうなんですね。体の奥深くまでなんかリンパを流してもらえるということで、普通のね、普通のリンパマッサージよりもどんどん体の表面をこうマッサージしてこう流していくっていうのは、本当に表面しか流れないんですけど、奥深くのこう体の骨の周りだったり内臓周りのリンパっていうのはやっぱりストレッチの方が流れやすくなるので、体式マッサージの技も取り入れながらアロマのオイルでこうしっかり深くまで。ストレッチも入れてリンパも流して体すっきり、むくみもすっきりするということですね。はい、なるほど。それではちょっと具体的にメニューの方を見ていきたいと思います。メニューの方はこのタイ古式マッサージとアロマ深部リンパドレナージュと、あと小顔矯正、小顔マッサージですかね。そうですね。はい、と骨盤矯正があるということで、おすすめって どれなんですかね。おすすめのメニューは、もともとは太鼓式マッサージが長かったので太鼓式をおすすめしてるんですが、はい、最近すごくリンパドレナージュの評判がいいので、あ、どちらもおすすめです。ガッチガチの体の人は太鼓式の方がいいかな。あ、まずリラックスして、ま、ストレッチも入れて伸ばしていってってことですかね。むくみとかやっぱり太いのが気になるっていう方はリンパの方がすっきりすると思います。あ、やっぱずっとお仕事されてて座ってる方とかはやっぱ足パンパン、ね、なっちゃいますもんね。そういう方もやっぱりリンパドレナージュがねおすすめなんですかね。そうですね。でもやっぱ小顔もされる方も多いですかね。そうですね。小顔オイルで流していくんですけど。あ、そうなんですね。はい、顔だけじゃなくて頭もしっかりマッサージして、首とデコルテの方もちゃんとケアして流していきます。全部ちゃんと筋肉つながってますから。あ、じゃあもう頭の上から首まで全てもう流してもらって。そうですね髪の毛にはオイルはつけないんですけどね。そうやったら安心ですよね。この後になんかご飯があるとかでも安心ですよね。ちょっとついたとしても、はい、ここのホホバオイルはあのオーガニックのゴールデンホホバオイルですごいサラサラなので、ベタつきとかほとんど残らないです。服についても、もう一回ちゃんと洗濯していただいたらもうシミとかめったに残ることないですね。ね、お店によってはね、すごい結構ねっとりしたオイルとか売っているところとかもありますけど、 それだったらね、肌の弱い人とかでもね、オーガニックのオイルだったら安心ですよね。痒くなったりもね、しないっていうことも。私自身がすごいアトピー肌なので。そうなんですね。アレルギーとアトピー広いので。なるほど。お客様はどういう方が多いですかね、年代とかは。最近は20代、30代の女性が結構、若い女性が増えてきたんですけども、この土地柄ですかね。はい、もともと JR 住吉駅でしてた時は、うん、結構あのお年を召した方が多かったですね。そのね、あのずっと来てくださってるんですよね、こちらに移転してからも。はい、移ってからも来てくださってて、今すごい年齢層かなり幅広い幅広い方がね来てもやっぱ満足できるっていうことはね、やっぱすごくいいことですよね。じゃあ、アクセスの方と営業時間の、はい、方ちょっと伝えていきますね。はい、場所は元町の駅の西口から徒歩3分ぐらいですね。ちょっと歩くかもしれません。あ、元町3612という名前のマンションの2階の201号室ですね。はい、
電話番号は 050-3393-0345 で、営業時間は10時から9時まででいいですかね。受付が8時までで、はい、営業時間は21時までということですね。お休みに関してはちょっと電話で確認していただいたらいいかなと、はい、思いますので、はい、ということで今日は女性のプライベートサロン、女性の強い味方ですね働いてる女性もお家でね、家事とかでお疲れな方もね、すごくいいと思います。それでは最後に見てらっしゃる方に一言お願いします。そうですね、完全個室のプライベートサロンなので、あの贅沢な時間を味わっていただけると思います。ぜひよかったらお越しください。じゃあもうご褒美にぜひね、皆さん利用していただきたいなと思います。はい、本日は元町整体院の S ボディワークさんにお伺いしました。はい、今日はありがとうございました。はい。